メルセデスベンツが現在開発中の C クラス派生ワゴン、C クラスステーションワゴン磁気型。そのキャビン内をスクープサイト、スパイダーセブンのカメラが初めて捉えた。初めて撮影されたそのコックピットには、ダッシュボード中央に3つのレジスター、その下に巨大ナンバクスインフォテインメントシステムを備える。センターコンソールにはセカンドスクリーンを配置し、エアコンと HVAC システムを制御する。S クラス磁気型を彷彿させるレイアウトだが、5つのフルカラーディスプレイは設定されない。また新設計されたステアリングホイールの奥には大型のデジタルインストルメントクラスでも確認できるメルセデスベンツ C クラスステーションワゴン磁気型プロトタイプ。スクープ写真。 C クラス磁気型は汎用性の高い高輪駆動の MRA プラットフォームを採用。ガソリン、ディーゼル、電動パワートレインを実装し、現行型と同様のボディサイズながら後部座席のスペース効率が向上することが予想されている。またボディスタイルは E クラスステーションワゴン改良新型に似たスマートなデザインが期待できそうだ。エクステリアは厳重にカモフラージュされているが、 CLS 風のシャープな LED デイタイムランニングライト、先端の尖ったテールライトが予想されている。パワートレインは 48V マイルドハイブリッドの EQ ブーストをメインとし、エントリーモデルには最高出力 185ps を発揮する 1.5 リットル直列4気筒ガソリンターボプラスマイルドハイブリッド、最高出力 192ps を発揮する 2.0 リットル直列4気筒ディーゼルターボプラスマイルドハイブリッド、さらに 100km の EV 走行を実現すると噂される直列4気筒エンジンプラス電気モーターのプラグインハイブリッドも有力だ。メルセデスベンツは C クラスセダン磁気型を2020年内または2021年初頭に発表する計画で、ステーションワゴン、オールテレーン、クーペ、カブリオレなどが順次登場するはずだ。新型車を最速スクープ、スパイダーセブンをチェック。